今回は八王子市内のそう遠くない距離にお住まいのお客様がお手持ちであったレカロシートの装着依頼をジェットセットに行ってくれましたということで、このように順調に作業を進めている動画でございます。それほど大柄ではないと思われる体型のお客様、スマートなお客様にご本人の持っていた SR7 というシートですので、乗り降りはこのように少し手強い印象がございます。で、股の間から手を入れて、もっと前、そう、前後スライドレバーがある。な、それで持ち上げて、シートごと前にフッと押すスライド。その通り。それで、目線は全然いいと思うのよ。はいはい、ただ、好みの問題、俺、ちょっと埋まったようなのが好きなんだよな、というんであれば、下げればいいし。これはね、とにかくね、一番上げてるみたい、後ろは。で、前側は真ん中の高さ。で、後ろ側は、まず簡単に2段階下げられる。後ろは、前は真ん中、もう一つ上げる、もう一つ下げる。もしよかったら試運転してみる？さっきのくっつけて、はい。さっきのちょっとくっつけて試運転してみようか。ということで、無事に全て作業は終了いたしました。調整しろを残してありますので、高さを変更したいという時には、ぜひジェットセットにお越しくださいとお伝えして、作業は全て終了いたしました。